バレンティンがオランダ代表候補に選ばれたことに対するプロ野球ファンの反応をまとめました。バレってまだ現役だったの。確か2019年にヤクルト一筋で引退したんだよな。2020からソフトバンクに移籍してるぞ。気につまらないって言われたことない。バレが代表入ってオランダやばない。いや、代表バレンティンは凶悪だぞ。それは10年前の話やろ。今のバレってどこおんの。確かメキシコ首になってた。今回も4番だったら逆に打ちそうだな。これ引退前の最後の輝きあるんじゃね。逆に輝きすぎてヤクルト復帰に1万ペリか。むしろ復帰してヤクルトで引退試合してほしいな。これは村上覚醒イベント。でも組み合わせ的にオランダ勝ち抜けありえるよな。むしろオランダが一番強くね。キューバも最近弱いし、メジャーリーガー参加するキューバはダークホースありえるぞ。グリエルは出るんか。問題児は誘われない模様。確か代表戦で亡命したやつは選ばれないんだよな。チャプマンも選ばれてないし、バレンティン今年村上にメッセージ送ってたな。あまり話題なってなかったけど、改めてバレの60本って異次元だな。今年の村上より打ってるとかえぐすぎ。でもバレが活躍したら泣くわ。全盛期を知ってるファンたちは活躍するかは別として、代表入りしたバレンティンを楽しみにしている模様でした。